じゃあ、イボ結びをやっていきます。あやがきについては前の動画で出してますのでね、一つ前見てくださいね。出てきた紐を上にして、下から一周ぐるっとね、巻くようにしてかけます。で、そうすると左上の出てきた紐がね、こうループに通った状態になりますね。結び目、交点をしっかり押さえておいて、でその後この端の紐を握っている下側に入れて、左手の人差し指で押さえた状態でひねり上げて、でもう一度ループに引き出します。通したループを上に跳ね上げて押さえて、出てきた紐を左手で持ち替えて、最後元の紐を引くと、頃合いのところで切ると。こうするとイボ結びの完成です。